プロトアビスは三畳期に生息していた鳥類、あるいは獣脚類の一種である。1983年に、テキサス工科大学の古生物学者、シャンカール・チャタジーによって化石が発見された。これは当初は、小型肉食恐竜と考えられたが、その後の研究で、鳥類の特徴を備えていることが確認された。驚くべきことに、ジュラ気候期の鳥類である、よりも、 より鳥類として進化した特徴を備えていたのである。これらの特徴からチャタジーは、プロトアビスこそが鳥類の起源であると結論したのである。これは古生物学者にとって驚くべき発見であった。子祖鳥より7000万年前、最初の恐竜と同時期に鳥類の祖先が存在したことになるのである。この発見に基づき、1994年に、 ジョージ・オルシェフスキーは BCF 理論を発表した。従来考えられていたように恐竜から鳥が進化したのではなく、むしろ鳥類から恐竜が進化したのだ、という説である。しかし結局のところは BCF 理論は学会の受け入れるところにはならなかった。一番の問題はその根拠となる、プロトアビスの化石があまりに不完全で保存状態が悪いことである。 プロトアビスこそが鳥類の起源であるというチャタジーの結論は勇み足であり、そのような判断が下せるような状態ではなかったので、ある。鳥だと思って見る者には鳥に見え、恐竜だと思って見る者には恐竜に見える、ロールシャッハテストだと評する学者もいる。そして現在、より完全な状態のプロトアビスの化石は未だに発見されていない。ありがとうございます。